TBS 系日曜ドラマ、半沢直樹。このドラマに出演していた俳優さんたちの顔ぶれは名だたるメンバーでしたね。そんな中、注目を浴びたのが、世界で活躍しているダンサー、正二こと、持田正二さん。このドラマの中で存在感を発揮させるのは相当大変だと思います。そんな彼は、東京セントラル証券で、 半沢直樹の部下として働くプロパー社員、原田幸平役を見事に演じました。実は持田さん、なんとこの作品が初めての役者デビューなんです。そして現在は NHK 朝の連続テレビ小説エールにて、ラジオドラマのプロデューサー、初田勲役を演じていますが、一体、 どんな俳優さんなのでしょうかシットキングスというグループのメンバーとして活動している持田さん。シットキングスは日本で活動するダンスパフォーマンスグループです。メンバーは、正治さん、かずきさん、のっぽさん、おぐりさんの4人。シッキンという愛称で親しまれていますよね。彼らの実力は非常に素晴らしく、 2010年にカリフォルニアで開催されたダンス大会に出場した際は、日本人で初優勝という快挙も成し遂げていて、翌年2011年に出場した際にも2年連続となる優勝を勝ち取っています。このことは世界的に注目されました。他にも数多くのアーティストの振り付けや、 バックダンサーとしても活躍しており、三浦大地さんやビッグバンさんたちともダンスを踊っていて、AAA さんやジャニーズの振付師としても活躍。実力が相当あるということがわかりますよね。持田さんは小学3年生から約2年間、日本ではなくニュージーランドで生活を送っていたそうです。 その影響もあってか、彼は英語がペラペラ。その後、神奈川県立橋本高校に進学。大学は神田外語大学の国際コミュニケーション学科に入学しました。海外生活の経験を生かすために進学したのでしょうか。そしてこの大学時代にダンスと出会うことになるのです。 こう見えて運動が大の苦手だという持田さん。高校時代は運動部に所属することもなく帰宅部だったとか。大学では自分が運動を苦手としていたことを知っている人が周りにいなくなりダンスを始めたそうです。自分のことをよく知る人や友達が周りにいると新しいことや人前で何かやるときにはどうしても抵抗がありますよね。 誰も自分のことを知らないということだったので、きっと彼にとっては絶好のチャンスだったでしょう。しかし、ダンスを仕事にすることはなく、大学卒業後は就職。大手企業の子会社でサラリーマンとして働いていました。サラリーマンの経験もあったなんてなんだか意外です。ちなみに、持田さんの働いていた会社は、 まさに出演していた半沢直樹の環境とよく似ていたそうで、上司は本社からの出向組。このおかげもあり、自分自身が置かれていた立場がよく分かったため、役に入りやすかったとか。しかし持田さんが勤めていた会社は、ドラマとは違う雰囲気で優しかったようです。 サラリーマンとして働いていた経験がこのような形で活かせるなんて、いろいろ経験しておくことは大切ですね。一方、ダンス界では実力のある人たちが、一回きりでユニットを組んだり、期間限定でダンスグループを作って活動していました。そんな中、2007年に和樹さんが4人でダンスをすることを提案。 当時サラリーマン2年目だった持田さん。会社の上司にダンスで生活をしていきたいと打ち明けたところ、反対することなく、むしろ応援して見送ってくれたそうです。こうしてシットキングスが正式に結成されたのです。そんな持田さんはすでに結婚しており、2013年の3月19日に入籍しています。 相手の女性はさやかという名前で活動するダンサー。8年9ヶ月の交際期間を経て結婚に至りました。また、持田さんは現在2児のパパでもあります。2014年3月に長男のカンちゃん。2018年7月に次男のレンちゃんが生まれました。彼の SNS には、 家族の写真が時々投稿されていて、とても幸せそうです。さやかさんや子供さんのことも大切にしている様子が伝わってきます。イクメンパパみたいですね。そんな持ださんですが、NHK 連続テレビ小説エールの後半にレギュラー出演することが発表されました。9月12日に放送された いよいよ来週から連続テレビ小説エール再開スペシャルで新しいキャストを発表ここで持田さんの出演が明らかになったのです DBS 系ドラマ半沢直樹で初めての連続ドラマへの出演を飾ったばかりの彼が今度は朝ドラに初出演このことに対して持田さんは 自分がファンとして楽しんでいた朝ドラにまさか出演できるなんて嬉しくて何回かターンしましたと喜んでいました。彼は放送局員の初田タイを演じます。初田はラジオドラマのプロデューサーで戦後の日本のドラマを形作る役柄となっています。友一や池田と一緒に 配線で暗くなっている日本を勇気づけようとするのでしょう。キャラクターの設定は未だわからないままですが、きっと日本を元気にしたいという強い気持ちを持っているはずです。友一とどのように絡んでいくのかが楽しみですね。普段はダンスを中心に芝居やラジオなどで活動している持田さんにとって、 エールの世界は共感できるところも多いのではないでしょうか。彼の今後の活躍に期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。